おいしい。来るね、このブラックペッパーが後から。そしてオレガナの爽やかな、ね、これは止まんねえよ。こんにちは、フェリーチェ青池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のメニューは、今日は手羽先の唐揚げです。お、ついに世界の青ちゃんで呼ばれるかな呼ばれちゃう、もう世界の青ちゃんね。呼ばれ、あのうちの娘からもう呼ばれてますこれ食べて今までで一番美味しかったって言われた。今まで生きてきた中で一番美味しかったって言われた。あ、そう、うん、世界の山ちゃんは行ったことないよ、うちの娘、うん、本気で知らないけどこれを食べて今までで一番美味しいっつって。じゃあ彼女の中では世界の山ちゃんは知らないけど、今世界の青ちゃんになってる、パパになってるねさすがに青ちゃんとは世界のパパになってます、ね、世界のパパだったね、うん、そうか、パクリじゃんって言われたけど山ちゃんの話したらいやいや違うよ、アレンジしてるからってね。そうね、ニヤガの手羽先を、はい、たっぷりご用意してますね。美味しいな、食べましょう、はい、はい。そしてニンニク、片栗粉ですね、うん、塩、コショウ、オレガノ、バルサミコ、ハチミツ、白ワイン、醤油です。はい、じゃあお願いします、はい。下味付けますね。お塩軽くします、はい。世界の山ちゃん、俺もでも実を言うと 1,2 回しか行ったことないんだよな。俺も多分1回しか行ったことない。あ、そう、うん、すごいそれもうまい。見たいあんじゃんね。あるあるね。そうそう、いつもね、惹かれるんだけどさ、大体行く時一人だからさ、一人でちょっとさすがに山ちゃん入るの寂しいなと思って、いつも遠慮させていただいてんだよ。あ、今度行こうか、じゃあみんなでね、世界で行こう。で、世界の山ちゃんと世界の青ちゃん、どっちを比べましょう、ね、これ覚えておいてもらって、はい、はい。で、お塩でね、軽くして揉んでおきますね。あの最後ね、タレをしっかり塗るので、うんうん、ここではそんなに味付けがっつりしなくていいです。今 1%？ 1% も入れたらもう 半分半分ぐらい、まあ、あのやっぱりお醤油ダレが最後つきますので。はい、いいかな、はい。もうすぐ油が温まります。じゃあちょっと鶏肉を軽くね、ペーパーで拭きます。ちょっと水分出てますから、はい、はい、拭いて、でこの後片栗粉をはたいていきますね。しっかりちょっと水分取ってあげるとね、カリッと揚げたいですから。手羽先なんか手羽先をよく食べるとこない？なんか山ちゃん以外にチェーン店でさ、手羽先の、うん、こんなん何だろう。ああ、フライ棒だ。元祖手羽先から揚げ、名古屋名物をどうぞって。やっぱ名古屋だね、うん。さあ、いいですね、はい。手羽先、しっかり水分拭き取りました。片栗粉をね、全体にまぶしてあげます。さあ、これを軽くね、全体にまぶして、で余分な粉を落としながら揚げていきますよ。はい、今ね、160度に、温度上がってます、うん。で、揚げていきますね、はい。そんな高温じゃないです、中温ぐらいね、うん、はい、揚げていきます。でもやっぱ風来坊が元祖っていうのが、風来坊は風来坊さん言ってるね。あ、そうなんだ、うん。そのこの手羽先の唐揚げに関しては風来坊が元祖で、なんか風来坊さんはおっしゃってるな。九州の出身の方が開発して、あ、そう、で名古屋に持ち込んで空前の大ヒットになったって、風来坊のホームページに書いてあった。そうか、そうか。やっぱそこでポイントなのは、どんなタレにするかがそのお店の味を決めたんじゃないか。なるほどね。さあ、いいんじゃないですか。はい、160度で、ね、そんな高温にせず6分ほど揚げました。はい、じゃあ一度取り出します。はい、油を切って、でこれで余熱でも火入りますからね。はい、 OK。 じゃあ油しっかり切ってる間に2回転目いきますね、うん、はい、はい。じゃあ第2弾もね。でもこれ2度揚げしたら、あとじゃあタレ塗って。そうで、今ね、余熱で火入れてる間にタレを作ります。あ、そうね。ではニンニクね、一かけ使います。よし、潰しましょう。芯があれば取り除いてください。青ちゃん風の特徴はどこですか？はですね、バルサミコの酸味が入ることと、あとは仕上げにオレガノ振ります。なるほど、はい。ちょっとね、爽やかなハーブも感じていただきたいと。はい、ちょっとね、 甘くて辛いだけじゃなくて、ちょっとどっかに酸味も感じていただきたいと。もう酸味って言えば青ちゃんだと思ってるだろう。ですよね、はい、もう酸味といえば俺の1000倍特許だろうね。皆さんご家庭にバルサミコあると思いますけど、俺この辺なかったのよ、びっくりしちゃった。あ、ないことある、うん、切れてた。切れてたね、ショックと思って。で、最後ですね、蜂蜜、甘みを足します。この秘伝のタレが美味しかったら、世界の青ちゃんだとちょっとパクリに聞こえるから、まあなんとかの青ちゃんでお店出せるかもしれないよ。あ、なるほどね、うん、だって別の店舗でもね、もうこのタレが美味しいことが一緒だった。ここで公開しちゃってるけどねそ
かコーヒーもう一アレンジ加えてね、うん、でこれを半分ぐらいまで詰めていきます、うん、ね、弱火でいいと思います、半分ぐらいちょうどね揚げてる間に多分ね出来上がると思います。なるほど。さあじゃあここね、揚げた鶏はもう5分以上置いてますんで余熱でガンガン火が入ってると思います、はい、あとは表面をパリッと焼くだけ、うん、190度でさあ最後ね、うん、表面をカリッと揚げていきます。高温ですね。何分ぐらい？2分ぐらいで上がると思います、はい、めっちゃ飛ぶじゃん。ちょっとさ、いやしょうがない、掃除しよう。最初はしょうがないです。さあ だいたいね 1、2分、まあ本当に表面がカリッとするまでやってください。おお、いいんじゃない、美味しそう、うん、はい、こんな感じですね。非常に美味しそうな、ね、揚げ色になりました、はい、はい、もう揚げちゃいます。これこれ美味しそうだね。美味しそうでしょ。でこれタレと、タレが大事なんだもんね。せい、もう一回、じゃあもう一回いくよ。はい、OK。 じゃあこれで熱々のタレを塗っていきたいと思います。はい、で今ね揚げてる間にこのタレ煮詰めました。ほらもうドロッとして美味しそうでしょ、はい、ほうほう、半分ぐらい詰まった、甘辛ダレです。はい、これをハケで塗っていきますね。はい、はい、いきます。丁寧に丁寧にね。山ちゃんもこうやってるらしいよ。うん、知ってる。あ、知ってる。すごい大変じゃない。俺こんなんやってると思ってなかった。もうドサーってつけて、うん、これもう取材して初めて知ったから、うん、あ、そうかね。これ出す時にこの手間一本一本やってんだと思って。でこの一手間がやっぱ美味しいんでしょきっとね。ちゃんと丁寧に塗ってね、全体。山ちゃんはこの後に魔法の粉をハハハハッて、はいはいはい、青ちゃんは俺が飲んだと。オレガノと、はい、ブラックペッパー引いて、あの、うん、カイエンヌペッパーとかもねちょっとピリ辛にしたいときはチリペッパー、なるほど、もういいかなと思ってます。ね、でかつ熱々でいただきたい方だったらすぐ食べましょう。はい、いいですね、はい、じゃあこれでもう盛り付けてスパイスを振って食べると、うん、はい、はい、じゃあお皿もろっか。なみなみ、まあ結果でも茶色のお皿の方がいいな。ぐわっと、なんだろう、扇状にぐわーって木に並んでる方がいいっしょ。うい、うん、はい、あれ逆巻きなんてなってないか。逆巻きなんだよ、ほら。え、あ、裏表で。あ、そりゃそうだね、右取りだよね。そうなんだ。だからここま逆にこっちがちゃんと多かったの。一本ずつあの均等に入ってなかったの。なるほどね。そうそうそう、はい、はい、すごいね、圧巻だね。ね、で仕上げです。もうあの思いっきり我々大好きブラックペッパーを引きます。もうこれでもかっていうぐらい引いた方が美味しいです。これに関しては本当にそれやっちゃうともう子供食べれなくなっちゃった、うん、だからお子さん用はちょっと別で別取り、ね、しといて。それがいいね、うん、これはもう粗挽きすごいかけなんだ。いやこれでもねそんなに感じない、そこまで。あ、そう、このぐらいかけてても全然いい、 OK。 そして、ハーブもいきますよ。ドライのねオレガノで。あ、いい香り、いいでしょ、うん、すごい。このたっぷりかけて、はい、完成です。はい、食べましょう。ではいただきます。はい、どうぞ召し上がってください。うん、美味しい。世界の青ちゃんって呼んでいただいてもいいぐらいのお味じゃない。美味しいですね。来るね、このブラックペッパーが後から、そしてオレガナの爽やかなハーブシューが、ね、いいですね、うん、あ、でもタレ本当美味しいわ。美味しいしょ、つけたらあれいけんじゃない。これお店のメニューにどう。え、今の店ですか。それはダメだな。ビルクル回ってっかうん、やべ、美味しいしか言ってないし、やべとか言って45歳うちの娘と同じ反応よ。あは、うん、何これ、やべ、うめやべ、これうめ、これは止まんねえわ、うん、世界を超えたな。美味しい、止まんねえわこれ。はい、今ね手羽先に合わせたエロスシャルドネです。これ濃厚な白ワイン、はい、よかったら皆さんねまた概要欄からご覧いただいてお買い求めください、うん、ぜひ手羽先に合わせていただきたいですね、はい、うん、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。